皆さんこんにちは。レック土地家屋調査士試験講師の木村真由美と申します。いよいよ2020年向けの、講座をご案内する時期になってまいりました。いや早いですよね。そこで今日のガイダンスは、インプット完成講座を無料体験というタイトルで実際にレックの初級講座ですね、土地家屋調査士試験を受験するにあたっての、初学者向けの講座、実際どんな講義をしているのかなっていうのを皆さんにここで体験していただくようなガイダンスを設定しました。こちらの方1時間弱のお時間になると思いますけれども、皆さんに実際体験していただいて、これだったら、ついていけそうかな、やっていけそうかなっていうふうにね感じていただけたら、ぜひねお申し込みいただいて、一緒に頑張っていきましょうということになります。実際に、土地家屋調査士の試験、どんな試験かというと、難しいか優しいかで言ったらはっきり言って難しい部類に入ると思います。したがって受験生のほとんどは、どこかの予備校を利用して、学習するという方がねほとんどになります。で、私は毎年申し上げているんですけれども、正直学習期間1年ぐらいかかります。それから受講料も決して安いものではありません。ですからもうすぐにね、予備校を適当にじゃあここでいいや、たまたまレックのガイダンス見たからここでいいやではなくて、これ見ていただいて、もちろん決めていただければね私も嬉しいんですけれども、とりあえず他校さんも見てくださいっていうことを申し上げています。でいろいろ、そこまでね多くはないんです、実際に調査士試験の講座を持っている予備校さんっていうのは、ですから限られてくるのでそこまで数はないと思います。でその予備校さんを皆さんで実際に見ていただいて、最終的にレックが合いそうだなっていうふうにね感じていただけたら戻ってきてもらえればいいかなと思います。でそうしていただくにはやはりどんな講義を実際やってるのかなっていうのを見ていただくのが一番だということで、今日のガイダンスは実際に体験していただこうということに、なっています。よろしくお願いします。はい、で2020年向けの、初学者向けの講座というのは、これはリニューアル実はねしているんです。2019年向けとは若干変わっています。でそれがどのあたりが変わったのかというのはまた別のタイトルのガイダンスをねご用意していますので、講座案内のガイダンス、こちらの方も、ぜひ視聴していただければと思います。はい、では今日のガイダンス聞いていただくにあたって使っていく、レジュメご紹介します。はい、ちょっと邪魔ですね。はい、こちらの方皆さんお手元にご準備ください。はい、インプット完成講座を無料体験ということで、実際にテキストの中身を抜粋したもの、これをレジュメとしてね作成しています。で実際この中身どんなものなのかというと、はい、これが2019年向けの、ものになります。2020年向けのものはまだ作成していないのでね、こちらの全体構造理論というもの、それから全体構造書式というもの、こちらから少しずつ抜粋したものをレジュメにしてあります。はい、で全体構造というねこのタイトルで、じゃあ全体構造の他にどんなものがあるのか、この全体構造というのはとりあえず調査士試験に必要な知識の大枠を、まずはざっくりとでいいのでつかみましょうという講座になっています。でこれが終わった後に、実は徹底解析編というのに入っていって、そこが本編というふうに、思っていただければいいかと思います。だからその本編に入っていくまでの大枠をつかみましょうというのがこの全体構造編なんですね。でこの全体構造編の中でもこの書式とそれから理論に分かれている、理論というのはもうこれは実際に、条文を見たりして、例えば不動産登記法だったり民法だったり、実際に択一問題として出題がなされるところをしっかりと、教科書を見て学習していくというようなものが理論です。で一方、
やはり初学者の方が一番最初にね、うわ難しいなというふうに感じるのがこの書式という部分です。で、実際にこの書式というのは何をやるのかというと、実際に土地家屋調査士というのはどんな仕事をするのか、まあ、実際もう実務に直結してくる部分なんですね。で、土地家屋調査士の仕事というのは不動産登記の申請、表示に関する登記の申請というところがメインになってきます。したがってこの書式と呼ばれる部分に関しては、その不動産登記を申請するにあたっての申請書、まずこれを作成するというのがこの書式と呼ばれる問題の大きな枠の中の一つになってきます。で、その登記の申請をするにあたって図面というものが必要になってくるんですね。実際に実務で例えば建物の登記を申請しますよって言ったら、その建物の図面が必要になってきたり、土地の登記を申請しますよって言ったら土地の図面が必要になってきたり、その図面を作成するというのもこの書式の試験の中に入ってきます。ですからまず最初に理論、それから書式というふうに分けて皆さんには学習していただくことになります。で、全体構造編ではまず理論を3回バッとやってしまって、その後に書式を、バッと10回やってしまう。で、その後に本編、徹底解析編というところに入っていくんですけれども、ここに入ったらもう書式理論、書式理論といった形でもう交互に進んでいきます。で、その書式部分に関してはもう皆さんに実際50分の時間を計ってもらって解いてもらいます。だからいきなり問題解けって言われても当然解けませんよね。いきなりこの申請書書きなさい、図面書きなさいって言われても当然書けないでしょうから、この全体構造編の書式でまずはこんな風な申請書の作り方しますよ、こんな風な図面の書き方しますよっていうのをね、これ一通りやりますので、全体構造でその大枠をつかんでいただいて徹底解析編に入っていこうということになっています。そんなカリキュラムになっていますので、実際にこの今日のガイダンスでは書式の講義どんな風にやっていくのかな、理論の講義はどんな風にやっていくのかなっていうのを皆さんに体験していただきたいと思います、で、時間が許せば図面を書いたりもしたいと思いますけれども、まあ皆さん当然ね、いきなり一緒に書きましょうと言っても道具も何もないでしょうから、その部分に関しては実際にね、この私の、まあ、定規の動かし方なんかをね見ていただいて、こんなものを使って作図しますよ、そんなところを見ていただければと思います。はい、では早速ね入っていきましょう。はい、レジュメの方を準備していただいて、はい、1ページ目開けてください。はい、まあ、実際の講義もこのように中にマーカーを引きながらしっかりと、学習していくことになります。中にはね、このマーカー引くという行為が面倒くさいっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、実際に自分が引くことでどこが重要なのか、で、色分けすることで比較しながら押さえていこうということで、やはり知識として定着しやすいと思っていますので、このスタイルは続けていきたいと思います。はい、じゃあ実際理論の学習こんな風に進めていくよというのをね、これやっていきますね。はい、まずは表示に関する登記という風に出てきました。はい、登記の申請ですよっていうことを先ほどお伝えしました。土地家屋調査士の仕事としてね。で、この登記というのは大きく2つに分けられますね。登記って一言で言っても、ここにある表示に関する登記の他に権利に関する登記というのがあります、ここに皆さんテキストにはね、当然これ書いてないです。私手書きで書きました、で、権利に関する登記っていうのは、これは私たちの仕事の範疇ではなくなるので、あえてここには載せていないんです、この表示に関する登記というのが私たち土地家屋調査士が業とすることができる部分。じゃあ表示に関する登記って何なんだっていう話になってきます、権利に関する登記っていうのは、もうこれはこの言葉から分かるように、例えば所有権とか、
ね、あとは「定等権」とか、ね、聞きなじみがあるのかなと思いますけれども、この部分に関しては司法書士さんたちのお仕事になってきます、ね、じゃあ私たちが行とするこの表示に関する登記っていうのはどんな登記なのか、下の枠の中、ね、表示に関する登記もこれ大きく2つに分けることができます、ね、したがってこんな風に色分けしてありますけれども、まずは物理的現況の変化に対応してなされる登記、これを2行下がって報告的登記というふうに言います、ね、そして2行目所有者の意思により不動産の戸数を変更する登記、今ここだけ読んでもちょっと意味が分かりづらいと思うので実際にこの後説明していきます、ね、でもこれを創設的登記というふうに言います。表示に関する登記の中でも報告的登記とそれから創設的登記、この2つに分けることができます。はい、もうちょっと詳しくね、下の枠の中にありますが、じゃあ物理的現況の変化に対応してなされる登記ってどんなものがあるのか。はい、まず不動産が発生しましたよ、ね、一番分かりやすいのは家建てましたっていうのが一番分かりやすいと思います、ね、そうするとじゃあその家について、例えば家建ちましたって言ってもじゃあ自動的に登記がなされるのかって言ったらそんなことはない、ね、だから家建てましたって言ったらこんな家を建てましたよっていうのをこれ申請することによって登記書と呼ばれるところでその家の情報というのが管理されることになります。だから誰かが申請しなきゃいけないんです、ね、その物理的現況って言ったらどんな家建てたんですかっていうその家の例えば床面積だったり構造だったり、ね、あとはどんな用途に使っているのか、ね、そういった物理的な現況です、ね、これを申請して登記してもらう、ね、要は登録というふうに考えていただくと最初は分かりやすいかなと思います、ね、でそれを本当は所有者がねできれば一番いいんです。所有者に課された義務になるので、ね、でも当然一般の人分からないですよね。こんな家建てたので登記してください、ね、でどんな家ですよっていうのを図面までね作成して当然できません。だからそれを代理で行います、ね、それを代理で行って報酬いただきますよ、これを行にすることができるのは土地家屋調査士だけなんです、ね、これちょっとすごいことだと思いませんか。この部分冒頭で権利に関する登記は司法書士さんたちがやりますよ、表示に関する登記は土地家屋調査士がやりますよ、この表示に関する登記ここを行とすることができるのは土地家屋調査士のみ、独占業務です、ね、もう私はちょっとこの話を聞いたときにはすごい仕事だなっていうふうに興味をまず持ったっていうことになります、ね、でも実際に、まあ、こんな独占業務を持つ土地家屋調査士、ね、どの程度一般の方に知られているかって言ったら認知度は決して高くないですよね。ですからやはりね、若い方にどん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 参入していただいてこの仕事自体をね広めていただくように私はねちょっとずっと願って、この講師業をさせていただいてます。はい、じゃあちょっとね話それましたけれども進めていきましょうね。はい、家建てましたって言ったらじゃあこういった登記をしますよ、ね、それが表題登記ということになります。したがってこの表題登記をすることによって初めてその登記記録というものが登記書に備え付けられるっていうことになります、ね、昔は登記簿、ね、だから登記簿登本なんていう言い方をしてましたけれども、今はすべてねデータで管理することになるので登記記録なんていう言い方をします、ね、でここでじゃあ家建てました登記記録作りました、そしたらそこでもう終わりかって言ったらそうではなくて、やはり家は家でも様々な変更をすることがありますよね。例えば増築することになったとか、
ね、例えば屋根が傷んできたから吹き替えたとか、ね、まあそういったことが出てきます。ね、そうするとやはりそこでも最初に登記した内容と増築することによって現況が変わっちゃったよっていうことになったら、当然これ登記が必要になってきます。ね、だから発生しましたよ、じゃあ表題登記しましたよ、ずっとそれそのまま、ね、しっぱなしっていうわけではなく、どこか変わったらやはりそれは変更登記っていうのをしなければならない。ね、そしてずっと何十年も時間が経って、その家取り壊しましたよっていうことになったら、家取り壊して実際なくなっているのに、いつまでも登記書に登記記録がある状態ってやはりまずいですよね。そしたらこの明室登記っていうのを行って、登記記録閉鎖してくださいよっていうことになります。だから一連の流れとして、まずは表題登記で登記記録作成してもらう。そして何かしらの変更が生じたら、そこで変更登記をして、登記記録の内容を現況に合わせてもらう。そしてしばらく経って取り壊しましたよっていうふうになったら、明室登記をして登記記録を閉鎖してもらう。こんな流れになってきます。これが物理的現況の変化に対応してなされる報告的登記の、まあ、代表と思ってください。じゃあその他にイメージのつきにくい創設的登記ってどんなものなのか、ね、まず報告的登記との大きな違いっていうのは、現況の変化なし、特に現況は変わらないんだけれども、所有者がこうしたいというふうに思った時にできる登記だと思ってください。このあと具体例でこの土地の分泌の登記というのを使ってね、説明していきたいと思います。ね、ここで具体的に見ていくと、ああそういうこともあるだろうなというふうにね、思ってもらえると思います。はい、じゃあ実際に報告的登記の方からね、見ていきましょう。はい、3ページに進んでください。はい、まあ、実際に講義の中でもテキストをただただひたすら読んでいくというような講義はしません。ね、ただもうひたすらテキストを読むだけの講義だったら講師いらないですよね。これ皆さんも自宅でただテキストを読んでればいいっていうことになるので、実際テキスト後で読んでくださいね、ね、読んでおいてくださいねっていうふうなことをお伝えして、なるべく分かりやすいように噛み砕いてね、講義の中では伝えていきますので、テキストいちいち読んでる時間っていうのはこれないと思ってください。いいですかね。必ず復習が必要になるので、テキストの内容を読むのはもうこれは宿題的な感覚でいただければいいと思います。では3ページ表題登記、ここから具体的に見ていきましょう。はい、不動産が発生した時に最初になされる登記が表題登記だよということを先ほどもお伝えしました。表題部に最初にされる登記です。はい、で表題登記がなされると、初めて登記記録が作成される。ね、登記書には登記官という人がいて、その登記官に登記記録を作ってくださいっていうお願いが登記の申請。作ってくださいっていうのは表題登記の申請ということになりますね。で、その申請に基づいて登記官が登記記録を作ってくれる。ここで初めて登記記録が作られるんだっていうことになります。ね、で、建物の事例で言いましたけれども、土地だったら土地、ね、まあ今一番分かりやすいのは、まあこういう水面を埋め立てたっていうところで新たな土地が発生しましたよ。ね、そうなったらその土地について初めて表題登記をすることになります。そしてこんな土地がありますよっていうことを初めてここで登記記録として作成してもらうっていうことになります。ね、土地だったら土地で、所在はどこにあるのか、ね、そしてどんな利用目的に使われるのか、ね、実際何平米ぐらいあるのか、ね、こんなことを物理的現況として登記することになります。で、一番イメージつきやすいのはやはり建物建てましたよ。
建物を建てたらこんな建物を建てたので登記記録作ってくださいっていうのが建物の表題登記。これをすることによって登記官がこの建物についての登記記録を作成してくれるっていうことになります。じゃあ実際に登記記録ってどんなものなのか、表題部って何が登記されるのか、物理的現況が登記されるんですよっていうことをお伝えしましたけれども、実際どんなものなのかっていうのを次のページで見ていきましょう。はい、4ページ。はい、例えばこんな家を新築しましたよ。平成30年1月20日に北崎さんという人が建物を建てました、建物を建てた、所有者である北崎さんが登記の申請をして登記記録を作ってもらえればいいんだけれども、先ほども申し上げた通り普通の人だったらそこまでの知識はないですよねっていうことで、土地家屋調査士が代理で行うことがほとんどですよっていうことになります。はい、でこの建物についての登記を申請しました。登記官が登記記録を作成しました。どんなものが出来上がるのか、これがこの建物についての登記記録です。はい、ここに表題部と頭にありますよね。この表題部という部分が不動産の物理的現況を表す部分として私たちが行とできる部分です。はい、でこの表題部が作られたら、その下に権利部としてこのあと、所有権の登記だったり、あとはその所有権の登記名義人がこの建物を担保に入れてお金を借りたなんていうことになってくると、例えば抵当権の登記なんていうのがこの下に入ってくるということになります、ただこの権利部という部分に関しては私たちが行とできる部分ではありませんよっていうのは先ほどもお伝えしました、だから権利部に関してはもちろんある程度の知識としては調査士試験対策の学習としても、学習することにはなりますけれども、主な部分って言ったらここですよっていうことなんです、当然この部分を行とすることができるのが土地家屋調査士なわけだから、試験的にもこの部分からの出題がほとんどだっていうことになってきます、ただ当然権利に関する登記もやらなきゃいけないっていうことになるので、一般的な知識としてはもちろん学習することになります。はい、で実際物理的現況っていうのは具体的にどんなものがあるのか、まず1番で種類というのがあります。この建物どんな種類として使ってるの？いわゆる住宅ですよね。これ居宅なんていう言葉で表します。じゃあ構造は、はい、主な構成材料木造ですよ。屋根は瓦葺きですよ。平屋建てですよ、ここが2階建てだったら2階建てになるし、3階建てだったら3階建てっていうことになります、で床面積は何平方メートルありますよ、いつ建ったんですか、平成30年1月20日新築ですよ、こういったことが登記されることになります、でこの情報は登記書で常に管理されていて、誰でも手数料を払えば確認することができるっていうことになります。いいですかね。この部分を所有者に代わって登記の申請をすることができるのが土地家屋調査士っていうことです。はい、じゃあ進めていきましょう。5ページ。はい、今見てきたのが表題登記で、今度はじゃあ表題登記1回したらもうしっぱなしなんですか、そうじゃないですよっていうことをお話ししましたよね。はい、表題部の変更の登記です。はい、これは現況の変化により登記事項が現況と一致しなくなった場合、はい、登記事項を現況に一致させるためにする登記。はい、例えば最初に登記した時はこの土地畑だったんですね。
だから畑として登記記録が作られました。でもその後駐車場に変えてしまいました、ね、じゃあ駐車場に変えました、ここ変えたからって自動的に登記記録の内容が畑から駐車場の地目というのは、これ雑種地なんていうちょっとね難しい聞き慣れない言葉で表しますけれども、この雑種地に自動的に変わるかって言ったらそうじゃない。誰か申請しなきゃいけない、ね、本来だったら所有者がやること、ね、でもこの部分もやはり表題部の変更の登記ということで調査士が代理で行うことができる部分です。でここを雑種地に変えて現況とそれから登記記録の内容が一致しましたね、めでたしめでたしっていうことにしていかなきゃいけない、ね、要は現況と登記記録の内容って常に一致していなければダメなんです、ね、だからこの部分変更が生じたらやらなきゃいけないよ。建物も同じです。はい、もともとは1階建てだったんだけれども2階増築したんですね。はい、そうすると内容が登記記録は1階建てのままで、でも現況は2階建てになってるよ、ここ不一致生じてしまっている、だから建物の構造について2階建てというふうに変更しなきゃいけない、表題部の変更登記を行うっていうことになります、ね、要は現況と登記記録の内容に不一致が生じたらそこを一致させるための登記、これが表題部の変更登記っていうことになります。はい、7ページ。はい、実際に登記記録はどのように変更するのか。はい、平成30年1月20日に畑から駐車場に現況変わりましたよ。ね、まあ厳密には畑って農地なので農地を農地以外にするとなると、まあ、これ農地法の許可っていうのがね必要になってくる、まあ、このまた別のね手続きも必要になってくるんですけれども、まあ、今は、まあ、そこはちょっと置いておいて、まあ、実際に地目と呼ばれる建物の、あ、ごめんなさい、土地の利用状況が変わったのでこの地目部分を変更しなきゃいけない、地目の変更登記というのを行います。はい、じゃあ登記記録どうなるのか、はい、下見てください。はい、本来だったらここまで建物じゃなくて土地の表題登記をした段階では、はい、地目畑なわけです。でも現況これが駐車場になってしまったということで、さっきも言いましたけれども雑種地というふうに地目を変えなきゃいけない。はい、じゃあそこを変えるための地目変更登記を行いました。そうすると登記記録どうなるのかって言ったら、この地目部分が雑種地に変わります。はい、そしていつ変わったの、平成30年1月20日に地目変更しましたよっていうことが登記される。だから登記記録はこれ誰でも手数料を払って見られるものなので、この登記記録を見たら、あ、1月20日から地目が変わったのねっていうことが確認できるっていうことになります。はい、いいでしょうかね。はい、8ページ。はい、報告的登記の最後、名質登記。はい、登記されている不動産がこの世から消滅した場合になされる登記。名質登記がされると、はい、登記記録は閉鎖される。はい、さっきも言いましたけれども、実際建物取り壊されてなくなっているのに、登記記録がいつまでもある。ね、そうすると、どんなことが起きるか、誰でも登記記録の内容を見られるわけですよね。じゃあこの建物どんな建物だろうっていうふうな形で登記記録を確認して現地に行ってみたら、建物なんてどこにも建ってないっていうことになる、ね、そうすると登記記録を備え付けておく意味が全くないですよね。だからやはりこれも不一致が生じているっていうことになるので、建物を名質したら名質登記っていうのを申請しなきゃいけない。やはり所有者に義務が課されています、
ね、でもその部分を行とすることができるのは土地家屋調査士ということになるので免失登記を申請します。これは登記記録閉鎖してくださいっていうお願い、ね、でこれを申請することによってこの申請を受けて登記官は登記記録を閉鎖するということになります。これは分かりやすいですよね。はい、このあった登記記録を閉鎖するっていうことになります。はい、ここまでが報告的登記。はい、では9ページ、はい、ちょっとイメージつきにくいですよというふうに申し上げた創設的登記の方です。はい、事例としてはこの土地の分筆の登記というので見ていきましょう。はい、一筆の土地として登記されている土地を数筆の土地にする登記。はい、分筆の登記がされると分筆された土地について新たに登記記録が作成される。はい、分筆ということは、まあ、分ける筆というふうに書きますね。土地を分けるっていうことなんですけれども、実際に例えばここにある甲という土地をぶった切ってね、分かれちゃうっていうことではない、ね、現況何も変わらないわけです、ね、分けるからって例えばここにねブロック塀を絶対立てなきゃいけないとか何か柵を設けなきゃいけないとかそんな規定があるわけではなく、現況は何も変わらないんです。でも何が変わるのかって言ったら、例えばこの甲という土地には当然表題登記をしたときに登記記録が備え付けられます。で、この登記記録のまあ絵で見ていくと、この甲区をつくっていうのはこれ何かって言ったらこの部分、権利部ということになります。私たちがいじることはできない部分ね。甲区っていうのは所有権に関する事項が登記されて、おつくっていうのは所有権以外の事項が登記されるっていう部分です、ね、で、この甲という土地に関しては一つの登記記録がある、ね、で、この分筆の登記をすることによって何が変わるのかって言ったら登記記録の数が変わるんです、ね、ここで分けたいんですよ、ね、じゃあここで分けたら新たに乙土地という土地の登記記録が設けられるっていうこと。はい、だから土地を分けるということは登記記録を分けるっていうことになります。現況は何も変わらないんです、ね、じゃあ何のためにこんなことをするのか、ね、これだいたい考えていくとすごくイメージがねついてくると思うんです、ね、例えばこの甲という土地をA さんと B さんが共有していたとします、ね、A さんと B さんが共有していたとして、でもこの土地広いから2つに分けてそれぞれを単独の所有としましょうよっていうふうになった時、ね、これやはりこのように分ける必要が出てきます、ね、最初は共有していたのでこの権利部のところに A と B の名前が登記されているっていう状態、ね、でも共有じゃなくてもうそれぞれ単独所有にしたいんだ、ね、半分半分で分けたいんだっていうふうになったら、この土地を分けるということは登記記録を分けるということで、それぞれの甲区にこっち A さん、ね、こっち B さんというふうに登記がされる。だから共有状態は解消されて、それぞれ単独所有の土地とすることができる、ね、こんなことありそうですよね。相続なんて発生したときはやはりこういったことが起きます、ね、あとは、まあ、広い土地を A さんが一人で持っていて、ね、でもこんなに広い土地使ってないから半分誰かに売りたいんだ、こんなこともあるでしょう、ね、でもこれが一筆の土地というふうに数えますけれども、この土地について一つの登記記録が備え付けられている。だから一部を売りたいとして、例えばこの土地の東側半分を、こっちの部分をね、A さんから
B さんに売りました、ね、まあ、売買契約が成立しましたとしても、この一部についての登記というのを入れることができません、ね、一部だけ A さんから B さん名義にしますよなんていうことはこれできないんです、ね、じゃあそのためにどうするのって言ったら、この売った部分について登記記録分けちゃえばいいんだっていうことになります、ね、そうするとこの落ち土地となってた部分について登記記録が設けられるわけだから、この校区所有権の登記を記録する部分に A から B への所有権移転ということが公示することができる、ね、こういった時のために分筆登記というふうなことをね、これを行います。で、この所有権移転登記っていうのは司法書士さんたちのお仕事になりますけれども、分筆登記をして登記記録分けますよっていう部分に関しては、これは私たち土地家屋調査士の仕事っていうことになってきます。いいですかね。はい。で、実際に登記記録どんなふうに分かれていくのかっていうのが10ページ。はい。一番という土地があって、この土地の登記記録があります。で、この一番の土地について分筆登記を行いました。はい。調査士が分筆登記を申請したとしましょう。そうすると、登記官はこの一番の土地を分筆登記を行ったということで、登記記録が一つから2つになります。はい、1番という土地は分筆後1番1、1番2というふうに名前が変わります。これ地番なんていうふうに言いますけれども、まあ、土地の名前だと思ってください。ね、まあ、どうしてこの1番1、1番2というふうに地番変わるのかなんていう詳しいところはね、まあ、当然もう講義が始まってからきっちりやっていく部分になりますけどね。はい、で、押さえておきたいのは、1番2については新たな登記記録作りますよ、ね、でも1番1についても新しく作るのかって言ったらそうじゃなくて、分筆前の1番の登記記録、これ使い回していくんですね。だから元々の登記記録を使い回す方の土地を分筆残地とか、ね、分筆元地なんていう言い方をします。で、新たに登記記録を作る方の土地を分筆先地なんていうふうに言います、ね、まあ、このあたりの、ね、文言もおいおい覚えていけばいいかなと思います。はい。そうすると11ページ、はい、分筆後の登記記録、まあ、2つできることになるんだけれども、この残地の方、はい、これは使い回しですよっていうことで、登記記録見てみると、はい、1番雑種地、地籍っていうのは土地の面積200平方メートルだったものが、土地を分けたことによって地番が1番1に変わりましたよ。そして当然分けるんだから地籍減りますよね。100平米ずつに分けたんですね。はい、100。はい、なんでこれ地籍減ってるの、地番変わってるのっていう理由として、1番1、1番2に分筆するからだよっていうような形で登記原因として、ね、記録していくことになります。はい。で、分筆先地の方には新たに登記記録が作られる、新規作成です。はい。まあ、こんな風にね、分筆登記をすることによって、このあとこの下に、まあ、校区ができて、北崎さんが、まあ、誰かに売りますよ、ね、木村に売りますよって言ったら、北崎さんから木村に所有権移転登記がなされた旨っていうのが記録されるっていうことになるんです。いいですかね。
一筆の土地の一部だけの所有権移転登記っていうのはできないので、じゃあ土地分けましょうよ、ね、そんな風に使っていくんだっていうことをイメージしていただけるとね、あ、分筆登記いろいろありそうだねっていう風な形でね、分かるかなと思います。はい、まあ、こんな形で、理論の講義はね進めていくことになります。やはり土地家屋調査士の仕事として不動産登記の申請もこれが肝になってくるので、このあたりをしっかりと学習していく。でこういった内容っていうのはこの後やる書式の知識としても当然必要になってきます、ね、申請書作りますよ、図面作りますよ、すべて丸暗記でできることではないんです、ね、なんでこの時こんな登記を申請するのかなっていう、まず理論が分かっていないと当然、ね、理解はできないと思うので、理論と書式の講義っていうのはこれ徹底解析編に入ったら交互にやっていくことで相互学習ができるようになっています、ね、で本試験できちんとね合格点が取れるような講座になっているので、ぜひね、このあたりは一緒にね学習していけたらなというふうに思っています。はい、では書式の部分にね入っていきましょう。はい、レジュメの方はね続けて12ページ、はい、全体構造のテキストの最初のねページになってきます。はい、でも問題というふうにありますけれども、書式に関しては、まあ、どんな内容なのかというと、まあ、問題文として、まあ、シチュエーション、ね、今こんなことが起きてますよ、ね、この時にあなたは自分が土地家屋調査士としてどんな登記を申請しますかというふうに問われるのが書式の問題だと思ってください。はい、で実際に問題文を読みながら重要箇所をこうやってマーカー引いて問題文を検討していく、これが非常に重要になってきます。はい、じゃあちょっとね、見ていきましょう。はい、まず A 市 B 町1丁目1番1号に住所を有する河野一郎という人が出てきました、ね、この人誰なのか、ね、A 市 B 町3丁目に所在する表題登記のない土地、はい、まあ、これですね、下に見取り図がありますけれども、この土地の所有者だと言っています。はい、この土地を所有しているのが河野一郎さんですよ。この場合において、はい、小津野二郎が、この人土地家屋調査士ですね、調査士小津野二郎が河野一郎から高知について表題部に最初にされる表示に関する登記の申請手続きを依頼された。はい、まあ、問題文ね短いですけれども、この中で誰からの依頼なのか、ね、何についての依頼なのか、何の登記が必要なのかっていうのはこれ全て読み取ることができます。はい、もうこれはこの考え方っていうのは基本中の基本で、もうずっと学習を続けていって、ね、もう何ヶ月か経って、で例えば一通りインプット完成講座が終わったとしても、この考え方は絶対忘れちゃダメです。書式の問題を解くときに誰からの申請なのか、ね、今回河野一郎さんですよね。で何についての申請なのか、今回この高知という土地ですよね。なおかつ表題登記のない土地っていうのが出てきました、ね、じゃあ何の登記を申請するのか、表題登記のない土地について申請する登記って言ったらたった一つ、表題登記です、ね、だから未登記の土地なんていう言い方をしますけれども、表題登記がないということは登記書に登記記録もまだないわけです、ね、だから最初にする登記って言ったら登記記録作ってくださいっていうお願い、ね、これが表題登記の申請だから、今回は河野一郎さんから高土地について表題登記の申請、これをすることになります、ね、その申請書を作りなさい、ね、そしてそれに必要な添付情報の一つとして、ね、表題登記の申請に必要な図面を作成するっていうのがこの書式の問題ということになります。で今
表題登記の申請というのが出てきましたけれども、もちろん登記の申請は表題登記だけではない、ね、表題登記だけだったら全然難しくないですよね。ただいろんなパターンの登記が出てきます、ね、だからこれを一つ一つ皆さんは学習していって、いずれ問題文を読みながら、あ、今回はこの登記だな、ね、建物だったら今回はこの登記だな、ね、これ全部学習していかなきゃいけない、ね、大変と思うかもしれませんけれども、でも飽きないです、学習していて、ね、理論の学習はやはりちょっと眠くなることもあるかと思いますけれども、書式の学習は、まあ、眠くなってる暇ないと思いますからね、これはぜひ楽しんでやっていただければなと思います。はい、じゃあ続けてね、見ていきましょう。はい、まあ、こんな土地なんだなということで、まあ、皆さんのレジュメには、まあ、この土地の形状しか書いていないと思いますけれども、私はさらにちょっといろいろ書き込んでいます。これこの後次のページを見ながらね、一緒に確認していきましょう。はい、じゃあ土地家屋調査士である大津野次郎が調査した結果としてちょっとね確認していくと、まずこの土地の地番は23番と定められる予定ですよとあるので、まあ、土地の名前は23番になるんだなっていうことがわかります、ね、これわかるんだったら申請書の書くべき部分に書くということになります、ね、どこにどのように書くのっていうのはこの後回答でね一緒に確認していきましょう。はい、そして工地が生じた原因およびその日付は不明である、はい、まあ、どんなふうに生じたのか、土地が生じた原因ってそんなにたくさんはないですけれども、まあ、埋め立てた土地なのか、あとは海底隆起なんていうのもあります、ね、ただ今回はもう古くからずっとあって、でも登記しなきゃいけなかったんだけれどもされないでずっと今まで来ちゃったんだろうなっていうことがね、これ推測されます。だから発生した原因ってわからない、ね、じゃあ不明だって書いてあるんだから、ここはこれ不詳って書くことになります。後でこれも回答で確認します。はい、そしてどのような利用目的で使われているのか、時間貸しの有料駐車場というふうに出てきました。はい、さっきちょっとね出てきました駐車場、ね、これ雑種地なんていうちょっと変わったね聞き慣れない言葉で表しますよ。だから土地の地目という部分には雑種地というふうにねこれ書いていくことになります。ただ駐車場だったらもう常に雑種地なのかっていうとそうでもない、ね、こういった細かいところもねまた講義の中でしっかり皆さんにはねお伝えしていただけれ、いければと、ね、思いますけれども、まあ、この今回は時間貸しの有料駐車場というところからこれ雑種地ということが読み取れます。はい、で13ページ。はい、調査士の測量の結果としてこのような座標値が示されています。まずここは基準点ということで、もともともうこれ正しい値として決まっている座標値。そしてこの部分は調査士が測量して得た座標値ということになります。はい、で見てみるとこの ABCD って何なのかって言ったら、ここに ABCD とありますよね。これそれぞれの点を引っかい点というふうに言って、土地はこの引っかい点の座標値を求めることによって、この座標値から面積を計算していかなきゃいけない、座標法なんていう方法で面積計算しなさいよっていうことが決められています、ね、昔はそうじゃなかったんだけれども、今はやはりこの正確に測らなきゃいけないっていうことで、このそれぞれの引っかい点の座標値を出してから、この座標値を使って座標法という方法で面積計算をすることが決められています、ね、昔は例えばこのような四角形の土地だったら、こんなふうに2つの三角形に区切って三角形の面積として計算したり、ね、そういった時代もありました。三斜方なんていうふうにね言い方聞いたことあるかもしれませんけれども、それがもう今は認められていないので必ず座標法で計算しなきゃいけない。
座標法で計算して面積出さなきゃいけないっていうことは、必ずこれ座標値を求めなきゃいけないっていうことになります。で、今回は最初の問題なので、もうすでに A 点 B 点 C 点 D 点の座標値は与えられています。はい、これ合意距 X 合計距 Y、ね、こんな風に見ていきます。で、これから進めていくにあたっては、例えば B 点の座標値がわからないよとか、ね、D 点の座標値がわからないよ、ね、だからまずはこの A 点だったり B 点だったり C 点だったり D 点のどこかの座標値を求めてからっていうような問題に変わってきますからね。最初から与えられているっていうのは、これは最初の問題だからっていうふうに考えてください、ね、もちろん座標値を求める上での計算方法なんていうのはしっかりと講義の中でやっていきますので安心してください。はい、で、一つ測量の世界の定義として知っておいていただきたいのが、この座標の軸についてなんです。 X 軸 Y 軸というふうに言ったときに、今まで学習してきた、まあ、数学、算数数学の、ね、定義だったら、普通は縦軸が Y 軸ですよね。こっちが Y でこっちが X、ね、皆さんそうやって勉強してきたと思います、ね、ただそれは数学的な考え方であって、測量の世界では縦軸が X で横軸が Y 軸っていうふうに決まってるんです。だからまず最初はこの部分を慣れるところから始めていかないといけないかなと思います。ただもうこれはそういうものなんだっていうふうに思っていただければ、もうすぐに慣れます。しばらくちょっとね、混乱するかもしれませんけれども、測量の世界ではもう縦が X で横が Y なんだ、ね、もうそういうものなんだっていうふうにね、押さえてください。はい、そうすると、はい、13ページの測量結果を見ると、 A 点は X が7で Y が0ということがわかります。はい、A 点は X が7で Y が0。だから軸としては、まあこういった形になっていて、7上がって、そして Y は0だって言ってるわけだから、この軸上ですよね。ここが A 点。そして B 点は X が18、Y が22。C 点は X が8、Y が24。D 点は X が0、そして Y が3、ね、これがデータとして読み取れます、ね、じゃあこの図面を書きましょうよっていうことになってくるんですね。はい、でもうちょっと続きを見ていって、よいしょ、13ページの問いが出てきました。はい、見てみると、申請書と添付図面、これを作成しなさいっていうのが問題です、ね、何の申請書作るのって言ったら、今回は土地の表題登記の申請書。表題登記、くどいようですけれども、こんな土地があるので登記記録作ってください。最初にされる登記が表題登記です、ね、でそれに必要な添付情報の中の一つとして図面を作らなきゃいけない。表題登記の場合、地籍測量図、それから土地所在図、基本的にはこの2つの図面を作らなきゃいけないということになります。はい、じゃあまず申請書の方から回答でね、見ていきましょう。はい、問1の記述内容はね、まあこれは実際に皆さんがここで講義を受けていただくことになったら暗記してもらう内容になるので、今からね、覚えておくのも悪くないかなと思います。はい、そして問いに、これが申請書になりますが、どんな登記、土地表題登記、ね、そして添付情報として、これはもう皆さんにね、おいおい覚えていただくことになりますけれども、この中のこの土地所在図、地籍測量図、ね、要は図面を作らなきゃいけない。はい、そして誰からの申請ですか。はい、河野一郎さんからの申請ですよ。誰から何について何の登記をっていうのをね、これ申請書に書かなきゃいけない内容
ね、だから問題文を読みながらここをしっかりと押さえていこうということになります、ね、で実際どんな土地なのか、 A 市 B 町3丁目に所在する名前地番は23番と振られる予定の土地、ね、地目は雑種地、ね、地籍これをこれから座標法という方法でね計算することになります、ね、でその土地が発生した原因登記原因およびその日付というところにもうこれわからないというふうにあったので不詳をとします。これが申請書。はい、じゃあこの206平方メートルってどうやって出したのか、座標法で出さなきゃいけないよっていうことで16ページ。はい、この小さい図がこれ土地所在図という図。ね、まあこんな簡単なものなんですね。で、この下に旧跡として206平方メートルというふうにあります。座標法っていうのはまあこれ X が7で Y が0これが A 点、ね、それぞれ A 点 B 点 C 点 D 点の座標値を元にこんなふうに計算していきます、ね、もうこれも覚えていただきます皆さんには、ね、でこれで計算結果で得られた数値っていうのが倍面積になるのでこれを2で割って土地の面積になりますよっていう内容です。ね、でこのやり方を覚えてそして、ね、もう電卓を使ってもうちょっと簡単に出るやり方っていうのもね実際にやっていくことになります。はい、で土地所在図の他にもう一つ地籍測量図というのが17ページ、はい、まあ、何が違うかっていうと縮尺部分、はい、これ250分の1の縮尺です。はい、そして土地所在図の方は500分の1の縮尺です、ね、だからまあ半分の大きさで書いているっていうことなんですね。はい、そしてもうちょっと詳しくいろいろと載ってますよね。 A から B への距離 B から C への距離要はそれぞれのこの筆回転間の距離っていうのも必要になる、ね、何を記録しなきゃいけないのかっていうのはもうこれ全て暗記していただくことになるのでもうこれはやってるうちに皆さん誰でも覚えられるようになります、ね、じゃあ実際にこれどうやって書くのか、ね、直定規を使うのか、ね、直定規は使いません。これ2つの三角定規を組み合わせてね書いていくことになります。はい、その三角定規がこちら。はい、このような2枚の三角定規をこんな風に組み合わせたり、ね、あとは今回土地を書いていこうと思うのでこんな風に組み合わせたりして書いていきます、ね、実際ちょっとやってみたいと思います。はい、問題を解くにあたってはこんな風に皆さんには図面の用紙なんていうのもねお配りして実際皆さんにはもう手を動かして何枚も何枚も書いていただくことになります。はい、で実際どうやって定規を置くのかというとまず土地の場合はこんな風に、はい、置いていただいて座標の軸をまず取ります。はい、縦が X 横が Y ということになりますね。はい、実際ちょっと書いてみますね。はい、縦軸とそれから横軸。はい、横は下にね軸を取る、ね、この方法でもいいですしあとはまあ上でもいいです。はい、まあ普通だったらねこう下に取ることがほとんどかなと思いますけれどもこれ実際に上で取った方が自分の手が邪魔にならずに書きやすいっていうメリットがあります。はい、でこんな風にまず軸を取ったらこの座標値、ね、これをプロットしていきます。はい、どうやってしていくか。まず A 点は X が7で Y が0ですよ。
B 点は X が18で Y が22ですよ、ね、これを上下使いながらメモリを読んでプロットしていきます。はい、まずこの20のメモリのところ、これを0として先に振ってしまいましょうね。でこれ私はあえてこう上がっていく、数字が上がっていくような形で定規を裏を向けてね使っているんですけれども、ここが0で、ここが10、ここが20、こんなふうにちょっとメモリを振っていきます。はい、でこの部分、ここで Y 軸のメモリを振っていきます。はい、最初が0で、ここが10、ここが20、ね、今回はまあ最初の問題なので比較的ね分かりやすい数値ですから、あえてメモリをね振らなくても読めるかなっていう気はするんですけれども、まあ、実際にもうちょっと複雑な数値が出てきた時にこの癖をつけておくとやりやすいです。はい、で A 点 X が7の Y が0です。はい、ここが0ですから567、はい、ここが7、そして Y が0なのでちょうどこの軸上、これが A 点です。次に B 点は X が18、はい、10、15、16、17、18、はい、Y が22です。22、ここね、これが B 点。次に C 点が X が8、Y が24、ここです。これが D 点。ごめんなさい、C 点でしたね。C 点。で最後 D 点が X が0、この軸上、Y 軸上ですね。はい、そして Y が3。はい、ここが D 点。はい、で定規外すと A 点、B 点、C 点、D 点、ね、これそれぞれの引っかい点の座標値をプロットしたっていうふうに言います、ね、そしたらあとはもうこれつないでいけばいいだけですからね。はい、B と C をつなぐ、 C と D をつなぐ、で A と D をつなぐ。はい、こんなふうな形で作図をしていきます。はい、でこの時に定規見ていただくと分かると思いますけれども、はい、これ500分の1、それから250分の1というふうに書いてあります。だからこの500分の1の上のメモリっていうのは、これは500分の1の縮尺でもうすでに振られているメモリ。でこっち向けると250分の1で振られているメモリということになるので、250分の1の図面だったらここを使って、500分の1の図面だったらここを使ってということで、これを組み合わせることによってこのように置くと、縦線は500分の1、そしてこちらの定規はね、横線引くときに500分の1になるようにこれできてますから。これを逆にすると250分の1、そしてこの横を引くための右側の定規も250分の1が来るようになっています。あとは建物を書くときはこんな風に組み合わせてね使ったりもします。はい、この時も250分の1で横線、ちょっと光っちゃってごめんなさいね。そして縦線はここで引くことになります、ね、やっぱりどちらもちゃんと250分の1で書こうと思ったらそれが来るような形できちんとね計算された使いやすい定規になっています、ね、これレックで販売しているので、こういったものもね、揃えていただいて講義の方は進めていくことになります。
はい、あとはね、このような関数電卓というね、これ様々な機能がついた電卓になっています。ね、これを使って座標法の計算だったり、それから座標値をね、求める際に、やはり皆さんにはちょっと三角関数の知識だったりっていうのを少し思い出してもらって、ね、しっかりと数学の基礎知識っていうのはね、学習していく必要があります。ね、ですから、数式の学習っていうのはいろんなことをね、やるので、かなり面白いと思ってもらえるかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、1時間過ぎてしまいましたけれども、実際にレックの初学者向けの講座っていうのは、こんなふうに理論とそれから書式、ね、しっかりと相互学習として、ね、いずれどっちの知識もどっちでも使えるように、ね、学習していくことになります。そしていきなりね、法律の条文で何々だからっていうようなね、もう難しい講義はしません。とにかく初学者の方に分かりやすくやっていくっていうのをモットーにしていますので、ぜひいろんな予備校を見ていただいて、最終的にレックに戻ってきていただければなというふうに思っています。ね、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、2020年度向けの、インプット完成講座を無料体験してみよう、ね、ガイダンスはここで、終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。